はい、こんにちは。今日ね、5日か動画撮っていきますけどね。最近はもうほんと家から出れてなくてバスケも終わっちゃったんで、ほんとなんもないんですよね。ゲームしたり、まあ映画見たり、ドラマ見たり、本読めてないですね、最近。って感じなんですけど、まず、まあちょっとね、世の中に不満があるんですけど、ヤマト、今千葉ジェッツの、まあ一応勝ったし、記念で、優勝 T シャツじゃないんだけど、ちょっと T シャツ1枚ぐらい買いたいなと思って、頼んだんですよ。もう、2日、3日前ぐらいに頼んで。で、まあ、郵便来るんですけど、ヤマトが来るのがね、9時とかに来るんですよ、朝の9時過ぎとかに。で、その時間、俺寝てるし、家族も仕事行ってたり、2階にいるとちょっとね、ピンポンが聞こえづらくて、この家。受け取れないっていうね、昨日も今日も朝9時ぐらいに来て、受け取れてないっていうのが、不満ですね、最近は。まあ、時間指定すればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、それもまあちょっとめんどくさくて、ポストとかにも入れる多分大きさじゃないのかな。なんでちょっと最近それが不満ですね。もしヤマトの配達員の方これ見てたらちょっと昼とか昼過ぎぐらいにしてほしいですね。最近ね、10時過ぎとかに起きてるんで受け取れないんですよね。皆さんは結構早起きするんですかね、何もない日も。僕はちょっと早起きのはすごい苦手で、夜もなかなか早く寝れなくて。まあ、時もね、カナダ行く前そんな感じの生活だったと思うんだけど。まあ、寝るのもね、そんな遅くないですけどね。2時ぐらいだけど、結構寝るのが長いんで、受け取れないっていう文句はありますね。あと、最近、そうですね。まあ、映画も見るんですけど、最近結構面白い映画多くて、劇場でやってるわけじゃないですけどね、最近見た映画の中で結構面白いのが多くて、ちょっと紹介したいと思います。まあ、ストーリー見てたらね、どんな映画見てるかわかると思うんですけど、ネットリックスだと、アニメ映画なんですけど、ミッチェル家とマシンの反乱っていう映画があって、アニメ映画だね。子供向けっていう子供向けなんですけど、すごい面白かったです。作風が独特で、スパイダーバースとか見たことあったらわかると思うんですけど、まあ、結構そういうね、まあ、新しいアニメっていう感じの映画ですごい面白かったですね。あと、グリーンブックとか、今日見たマイプレシャスリストとか、結構面白いのが多いですね、最近自分が見たのが。愛はなんだとかも面白かったですね。結構愛はなんだ、おすすめですね。って感じですね。ドラマは今、ネットリックスで配信されてる、オリジナルじゃないですけどね、スカイキャッスルっていう韓国ドラマを見てて、1話40分いかないぐらいの、まあ、日本のドラマぐらいかな。で、まあ、36話ぐらいあるのかな、結構長いんですけど、を見てますね。結構面白いです。この韓国の受験戦争の話なんですけど、面白いですね、結構。って感じですね。感想は、大学はデザイン募集中ってことで、まあ、どんなデザインがいいのかっていうのをね、あと、白 T にするのか黒 T にするのかとか、あと、そうね、どんなデザイン、こういう目のデザインが好きとかがあれば、まあ、描きたいかなと思いますね。まあ、僕が描いた中に出してない絵とかも結構あるんで、そういうのがあったら全然いいんですけど、どういう目のデザインがいいかとかちょっと知りたいですね。はい。で、時生が小指が痛いっていうことで、大丈夫ですかね、小指。小指が痛かったらできないこといっぱいありますかね。まあ、大丈夫かな。で、あと、コブラ会を見たっていうことで、コブラ会は、
調べますね、今ここで。ベストキットの続編なんですか、これって。どっちの？ベストキットですか？リメイクしてない方か。そうか、そうかそうか。ベストキット好きなんですか？僕はベストキットのリメイク版を、は結構好きなんですよ。ジェイデン・スミスが、出てるやつ見ました。多分小学生ぐらいの時に映画館でやってたやつかな。が僕はすごい好きで何回も見た記憶がありますね。そのベストキットのヒロインが2010年公開ですか。すごい可愛くて中国人の女の子が、それがもうなんか割とそのテレビで見て好きになった人の初めてぐらいの感じですね。まあ、すごい可愛くてっていう記憶があります。コブラ会、コブラ会はでもなんとなく海外の人が見て楽しんでるイメージありますね。そのアジアの武術を学んでるっていうのをなんか海外の人が見て楽しんでる、ヨーロッパとか欧米の人が見るイメージがありますけど、日本人が見ても楽しいんですかね、コブラ会。まあ、時はそういうの好きだからね、やっぱ少林サッカーとか。あ、でもベストキット好きなんで、まあ、ちょっと興味ありますけど、リメイク版のベストキットしか見てないけど大丈夫なんですかね。まあ、ちょっと気になったら調べてみます。あとね、強制がね、僕前ブラックミラーやったんで、ちょっと次どっちかな、大河か時岡、強制やって提案してもらおうかなと思います。そろそろ